やあや、トウドンなのだ。今回は読売ジャイアンツに所属する助っ人外国人アダム・ウォーカー選手について見ていきたいと思うのだ。ウォーカー選手は MLB ドラフト3巡目でプロ入りを果たし、マイナーリーグではホームランを量産していたのだ。しかしなかなか昇格の機会は得られず、2019年から独立リーグでプレーすることに。独立リーグで本格的に試合に出たのは2021年で、わずか100試合で33本塁打を放って大活躍。その後、読売ジャイアンツへと入団に至ったのだ。今まで守備をきちんと習ったことがないということで致命的な守備の問題を見せた一方、打撃では破壊力を発揮。シーズン途中に不振に陥ったりもしたものの、打率2割7分1厘、23本塁打、52打点と存分に暴れ回ったのだ。課題だったレフトとしての守備でも、守備指標はマイナスながらも守備範囲にはそこまで問題を抱えておらず、コーチとの必死の練習でひたむきに努力していたのだ。しかし、2023年は開幕2軍スタートなうえ、2軍でもなかなか数字が上がってきていないのだ。1軍ではホームランを放ったものの、去年よりも大幅に出場試合を減らしている現状に対し、他球団ファンからはウォーカー選手を欲する声も聞こえているのだ。ウォーカー選手とは2年契約を結んでいるとも言われていますが、ウォーカー選手の今後について今回は考えていくのだ。それではやっていくのだ。ウォーカー選手は守備が問題として言われることも多いですが、守備よりも大きな問題として挙げられるのが選球眼の悪さなのだ。昨シーズンは124試合に出場してわずか18四球とかなりの早打ちで、四球拒否打法の使い手なのだ。さらに今シーズンは111打席でわずか2四球と、前年を上回る早打ちを見せていて、出塁率が大変なことになっているのだ。打率は2割7分5厘とそこそこの数字を残しているにもかかわらず、出塁率は2割8分8厘と3割を切っていて、信じられない数字なのだ。ウォーカー選手のこれまでのプレースタイルを考えると、出塁率は3割前後が目安ということになりそうなのだ。今シーズンも111打席と限られた出場機会の中で6本塁打を放っており、パワー面はさすがのものがあるのだ。守備難を解決するためにも、DH のあるパリーグ待望論も上がっていますが、ウォーカー選手の打撃は評価が難しいものであることは否定できないのだ。フォアボールはシングルヒットとほぼ同価値で、加えてヒットは打撃の調子に左右されますが、フォアボールは指標として安定しているという特徴があるのだ。統計学的には打率は実力以外に運の要素が強いため、再現性が低く、実力を素直に評価できる指標ではないとされています。そういった運の要素に左右されにくい出塁率は、再現性が高いということになるのだ。昨シーズンのウォーカー選手は BB パーセントがわずか 4% 余りとなっており、平均の半分程度しか選べていないのだ。フォアボールを選べないということは、その打撃成績が打率に依存するということになってしまうことを意味しているのだ。つまり、運悪く打率が下がってしまった瞬間にウォーカー選手はその価値が急落してしまうということを意味しているのだ。もしウォーカー選手を DH で起用するとなった場合に、DH の割には打撃成績が物足りないという結果にもなりかねないのだ。そういう意味でも、ウォーカー選手はかなりガチャ要素が強い選手であることは間違いないのだ。ウォーカー選手はもともとマイナーリーグで200三振を喫したこともあるなど、三振の多い打撃が課題だったのだ。その傾向は来日後も変わっておらず、2022年は三振率 241K%、22.9% と苦しい数字が並んでいるのだ。さらに今シーズンは三振率3割1分2厘、K%、30.6% とより数字は悪化。フォアボールが選べず、三振が多いというこの特徴はウォーカー選手の致命的な欠点なのだ。昨シーズンの BBK は 0.18 と、この時点でもかなり数字は悪いですが、今季はそれがより悪化。BBK0.06 という数字は異次元の数字なのだ。これらの点から、ウォーカー選手の今後について予想するのは非常に難しいのだ。かなり運要素が強く、ガチャに近い選手であることから、成績の再現性が高くなく、上振れも下振れも起こりうるので、将来予測が難しくなってしまうのだ。とはいえ、NPB ですでに結果を残したということはポジティブな評価をできる点でもあるのだ。近年は助っ人外国人の失敗例が多く、日本の投手のレベルの高さに苦しんでいるような印象もあるのだ。新たな外国人ガチャを外すぐらいなら、ウォーカーガチャを回した方がまだ無難というのも一理あると思うのだ。パリーグ球団が DH 枠としてウォーカーを欲するのも仕方ないと思ってしまうのだ。統計学的に予想したウォーカー選手の来季の成績について考えていくのだ。今シーズンは打席数が減少した影響もあり、成績予想の打席数が少ないものとなってしまったのだ。打席数が少ないことで予想の信頼性も下がってしまうけど、これは仕方ないものとして受け入れてほしいのだ。とはいえ、来季は266打席で13本塁打とまずまずの打撃を期待でき、
フル出場すれば25本塁打程度を期待できるポテンシャルはあるのだ。打率に関しては2割6分3厘となっており、出塁率は3割5厘と例年通りの数字。ただ、どうしても成績予想では平均値へと回帰するような要素も含めて将来予測をするため、フォアボールが少し多めになってしまったのだ。実際はここまでフォアボールを選べるかどうかはわからないし、もっと少なくなる可能性の方が高いのだ。とはいえ、OPS は7割8分3厘と、DH として考えても悪くない打力は期待できそうなのだ。各種指標について見ていくと、WRAA、平均的な打者が打つ場合に比べてどれだけチームの得点を増やしたか、では、2024年も平均以上の打撃成績を期待できるとなっているのだ。かなりガチ要素の強い選手ではありますが、それでも期待値で言えばそれなりの数字を残してくれることは間違いないのだ。2027年ぐらいまでは OPS、700台を維持していますが、さすがに DH でオックス7割台前半は苦しい数字と言わざるを得ないのだ。そういう意味ではあと2年ほどが DH として期待できる期限だと思うのだ。以前から言われているウォーカー選手の守備の問題については、現状では入団当初言われていたほど悪くないという結論になるのだ。亀井コーチとの練習の成果もあり、レフトとしては守備範囲が広い選手に成長したのだ。一方でスローイングに関しては怪しさもあるものの、単純な守備能力は一時期と比べれば格段にアップしているのだ。つまり、世間が思うより守備力はまともなので、DH に限らずレフトとして起用するのも悪くないとは思うのだ。どうしても守れるレフトがいなければ、ウォーカー選手のレフトは選択肢に入れてもいいのだ。巨人はブリンソン選手が活躍していますが、ブリンソン選手もかなりウォーカー選手とプレースタイルが似ていることもあって、2人とも残すのはリスクが大きいように感じるのだ。ガチャ要素が強いブリンソン選手とウォーカー選手を両方とも起用するのは、いくら何でもガチャに頼りすぎなのだ。ブリンソン選手はセンターを守る守備力があり、やらかし癖こそ多いものの、守備指標ではプラスを叩き出しているという点でウォーカー選手とは大きな差があるのだ。特に巨人は現状センターを守れる守備力を持った外野手が少ないことを考えると、ブリンソン選手の重要度は相対的に向上するように思うのだ。ただブリンソン選手はやらかし癖に加えて打撃面でも物足りなさはあり、少々評価に困る選手であることも事実。個人的な感想としては、ブリンソン選手を残留させた上でウォーカー選手をトレードなりで放出して対価を得るというのが巨人にとってはメリットが大きいのではないかと思うのだ。巨人は今は若手野手が次々育っている事情もあるので、無理に外国人選手にこだわる必要性はないようにも感じるのだ。強いて言うなら、レフトを守れるもう少しガチャ要素の低い助っ人外国人選手を獲得できればいいのではないかと思うのだ。巨人が来年以降助っ人野手の編成とどう運用していくのかは問題となっていくのではないでしょうか。ウォーカー選手の大活躍もあって、NPB ではアメリカ独立リーグ出身の選手に注目が集まったのだ。しかし、ホーキンス選手が失敗したこともあって、やはり独立リーグの選手が大活躍するのは難しいということもよく分かった1年だったのだ。ウォーカー選手も試合に出せば活躍するものの、欠点の多い選手であることはこれまで説明してきた通りなのだ。とはいえ、当たる確率が高いという意味では新しい助っ人ガチャを引くより、ウォーカー選手の方が期待値は高いかなと思うのだ。今後助っ人外国人をどういう基準でスカウトすればいいのかは不透明な時代となってしまった感があるのだ。ポランコ選手がロッテへ移籍して活躍したことも考えると、ウォーカー選手が移籍してどうなるかは気になるのだ。そして巨人はブリンソン選手がそれなりにやってくれていることもあって、ウォーカー選手の価値が相対的に低下してしまったことは否めないのだ。今後の方針として巨人がどう立ち回っていくのかは注目なのだ。そして個人的にはウォーカー選手という成績の予想がしづらい選手の将来予測がどうなるのかという点は今後も注目していきたいのだ。ぜひ感想を聞かせてほしいのだ。ほなまた。君の